はい、こんにちは、116インズです。今回はカブスからノンテンダーされたカイル・シュワーバーについて話していきたいなと思っております。先日のロザリオの動画でも軽く触れましたが、シュワーバーは今回カブスからノンテンダーされて現在 FA となっています。カブスは総年俸を減らす意向がどうもあるようでして、今期のシュワーバーの年俸である701万ドルから相当な減俸を受け入れない限りはカブスに戻ってくることはおそらくないと思っておりまして、来シーズンかなり高い確率でシュワーバーは他球団へと移籍するのではないかと思っております。2014年全体4位指名でカブスに入団して、そこから昨年は38本のホームランを放つなどチームの主力選手として活躍したシュワーバー、順調にいけば来年が FA 前の最後の年になるはずでしたが、今シーズンは打率1割8分8厘、そして OPS はわずかに7割1厘と、彼の自慢のバッティングが全く振るわず、今回のカブスのノンテンダーという判断に至りました。ただシュワーバーはカブスが2016年にいわゆるヤギの呪いを打ち破って108年ぶりにワールドチャンピオンに輝いた年、この年のワールドシリーズで非常に印象的な活躍を見せた選手でもあります。カブスファンにとっては2016年のワールドシリーズというのは今でも鮮明に思い出せると思うんですけれども、その中でもシュワーバーの活躍というところは覚えている方も多いんじゃないのかなと思っております。ただそんな2016年のワールドシリーズで活躍したシュワーバーですが、この年はそのワールドシリーズに至るまでとてつもない困難に直面した選手でした。そこで今回の動画では2016年シーズンのシュワーバーのカムバックについて振り返っていきたいなと思っております。それではまず2016年シーズンのシュワーバーに対する期待値というところを振り返っていきたいなと思います。この2016年の前年、2015年にシュワーバーは MLB デビューを果たしまして、 MLB1 年目ながら69試合で16本のホームランを放つなど、プロスペクト時代からパワーが大変評価されていた選手ではありましたが、パワーに関してはすでに MLB レベルであることをこの2015年シーズンに証明しました。その結果シュワーバーは開幕ロースターに入りまして、レフトのレギュラーポジションも与えられ、前年非常にハイペースでホームランを量産したシュワーバーに対して、多くのファンはこの2016年シーズンがシュワーバーにとって飛躍の1年になることを誰もが信じて疑いませんでした。この当時のカブスはシュワーバー以外にも現在の主力選手でもあるアンソニー・リゾやクリス・ブライアント、ハビア・バイエズといった若くて才能のある選手がたくさん揃っていまして、チームとしてのバランスも非常に良かったことから、開幕前の時点ではカブスが2016年のワールドチャンピオンになるのではないかと予想する人もたくさんいたかなと記憶しています。しかしそんなカブスとシュワーバーに悲劇が訪れたのは開幕からわずか3試合目のことでした。2016年4月7日、開幕3試合目、カブスはアリゾナへ遠征し、ダイヤモンドバックスと試合を行ったんですが、2回裏、ダイヤモンドバックスのジーン・セグラが左中間に大きなフライを放つと、不幸にも打球はレフトとセンターのほぼ中間ぐらいの位置に打球が飛んだため、レフトを守っていたシュワーバーとセンターのデクスター・ファウラーが双方にこのフライを追いかけて交錯。幸いファウラーはすぐに起き上がることができましたが、対してシュワーバーはなかなか起き上がることができませんでした。その後カブスのマドン監督やトレーナーが駆け寄ってシュワーバーの状態を確認しましたが、シュワーバーは自力で立ち上がることもできず、また自力でベンチに歩くこともできなかったため、結局カートに乗ってレフトのポジションを後にしました。自力で何もできなかったことから相当深刻な怪我ではないかと心配されましたが、残念ながらその心配は現実のものとなってしまいました。詳しい検査の結果、シュワーバーは左膝の前十字靭帯、それから外側側副靭帯をいずれも断裂してしまい、この試合の約2週間後の4月19日に手術を受けることとなりました。靭帯断裂という大怪我であることから、当然ながら2016年シーズン中の復帰は絶望的。当初チーム側は来年の春ぐらいに戻れればいいと考えていたようですが、ただこの怪我はいずれも相当深刻な怪我ではありましたので、カブス側も具体的にシュワーバーがいつ戻れるか全く予想すらできないような状態だったようですね。これだけの大怪我ですから、そもそも膝が元通りになるのか、シュワーバーがかつてのようなバッターに戻れるかどうか不安なポイントは多数ありましたが、少なくともチームとしては年内にこのシュワーバーが帰ってくることはまずないだろうと考えていたのは間違いないようですね。ワールドチャンピオン筆頭候補として上がっていたカブスにとっては、開幕3試合目にしていきなり若手の主力選手を失うこととなってしまいました。
チーム側はすでにシュワーバーはいないものとして2016年シーズンは考えていたことでしょうが、シュワーバー自身は早期復帰を全く諦めていませんでした。こちら2016年7月のシカゴサンタイムズへのインタビューに対してのシュワーバーの発言となるんですが、シュワーバーは復帰のタイムテーブルがいつであろうととにかく早く復帰できるよう必死にリハビリに励み、時には指示された量以上のリハビリにも取り組んでいることがわかる発言となっています。そして最後にはなるようになると発言しておりまして、シュワーバー自身来季を見据えているのではなくて2016年シーズン年内の復帰を全く捨てていない、そんな姿勢がうかがえるような発言かなと個人的には感じました。そしてシュワーバーの懸命なリハビリの結果、驚異的なスピードでの回復を見せていきます。手術後6週間は完全に歩行禁止で、その後膝の可動域やまた足の筋力回復に励んだシュワーバー、怪我から2ヶ月後の6月中旬には治療用のブーツが外れ、さらにシーズン終盤9月中旬にはリグレーフィールドでの試合前練習でシュワーバーが軽いランニングやジョギングをこなしている姿が目撃されるようになりました。シュワーバーの回復のスピードから、もしかしたらチームがポストシーズンを勝ち進めばシュワーバーの復帰が叶うかもしれないという希望を抱けるぐらいまでシュワーバーの状態は良くなっていきましたが、ただチーム側も現実的にはウィンターリーグでシュワーバーが実戦復帰することをこの時点では想定していたんじゃないのかなと思います。しかしシュワーバーはここからさらに回復しまして、1ヶ月後の10月17日には医師の診察を受けて野球関連の活動にゴーサインが出ました。この診察の時点でカブスはドジャースと NLCS を戦っていましたが、シュワーバーはカブスの編成トップであるゼオエプスタインに即座に電話しまして、自分にチャンスを与えてほしいと直訴。エプスタインもこのシュワーバーの直訴を受け入れ、シュワーバーは NLCS が行われているロサンゼルスへと飛び、試合前の打撃練習に参加した後、アリゾナにあるカブスのスプリングトレーニング施設でピッチングマシンのボールを1300球見て、実戦から離れた目を鳴らしていきました。シュワーバーはその後アリゾナ秋季リーグに参加して、実に半年ぶりに実戦復帰を果たしまして、2試合でヒットはわずかに1本しか出ませんでしたが、シュワーバーの様子を確認したエプスタインは、シュワーバーがしっかりと強く打球を打てていることが確認できたため、ワールドシリーズでのシュワーバーのロースター追加を決定。当初誰も予想していなかったシュワーバーの年内復帰が叶うこととなりました。そして迎えたワールドシリーズ、4月7日に大怪我を負ったシュワーバーにとっては実に202日ぶりの公式戦復帰の舞台。このワールドシリーズでシュワーバーは怪我の影響を感じさせないような大活躍を見せます。第1戦5番 DH で先発出場すると、第2打席コーリー・クルバーからツーベースを放ち、シリーズ初ヒットを記録。シュワーバーはレギュラーシーズンでの2試合でヒットを記録していなかったため、このクルーバーから放ったツーベースがシュワーバーの2016年シーズン初めてのヒットとなりました。シーズンの初ヒットをワールドシリーズの舞台で記録したのはシュワーバーが史上初めてらしいんですが、打球の速さやまたベースランニングの様子からもシュワーバーの完全復活を予感させる、そんな1打席となったかなと思います。続く第2戦、シュワーバーは2安打2打点の活躍を見せ、チームの勝利に貢献。さらに勝った方がワールドチャンピオンとなる第7戦では、6対6同点で迎えた延長10回の表、イニングの先頭バッターのシュワーバーがヒットで出塁しチャンスを演出すると、このシュワーバーのヒットのランナーがカブス108年間の呪いを打ち破る決勝点となりました。シュワーバーはこの2016年のワールドシリーズの舞台で5試合で17打数7安打2打点、打率は4割1分2厘、そして OPS9 割7分1厘と、この半年前膝の靭帯を断裂してもしかしたら元のようなバッティングができないかもしれないと心配された選手とは思えないぐらいの活躍を見せまして、チームの世界一に大きく貢献しました。特に第7戦の延長10回のヒットは非常に大きな一打となりましたので、もしシュワーバーがこの年のワールドシリーズに復帰できていなかったら、カブスは108年間の呪いを本当に打ち破ることができたのか、正直シリーズがどうなっていたのか全く予想もつきませんので、このシュワーバーの貢献は本当に大きなものだったんじゃないのかなと個人的には考えています。ということで2016年のシュワーバーのカムバックについてここまで見てきましたが、彼のカムバックはカブスの世界一に大きく貢献したものとなりましたし、またあれだけの大怪我から復帰してワールドシリーズでかなり暴れていましたので、やはり印象的な活躍だったんじゃないのかなと思っています。カブスは今回シュワーバーをノンテンダーしましたが、完全には再契約の線は捨てていないようです。ただ仮にシュワーバーが他球団でプレーする道を選んだとしても、この2016年にシュワーバーが見せたカムバック、そしてワールドシリーズでの活躍というのはカブスファンの間では永久に語り継がれるのではないでしょうか。
ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録、また動画が面白かったら高評価もいただけると大変嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。